はい、年を重ねる美顔武器となるメイクアップレデューサーの翔子です。皆さんこんにちは。はい、今回は500円台で買えるねコスメをピックアップして、なおかつねこうバズってたりとかするものもいっぱいこう調べまして、はい、買い出してきました。はい、そしたら自分のね、普段使ってるものであったりとかご紹介してる中でも500円台で、とてもいいものもあったので、今日は500円シリーズということでやっていきたいと思います。はい、もしね激安コスメに興味がある方は最後まで見て、参考にしてみてくださいね。では早速行ってみよう。はい、今回キリ&コーをね調べてくださいということでリクエストがあったので、はい、調べましたところ、オール500円で買えるプチプラコスメのブランドで、サンドラッグ、ウェルシア、杉薬局、ツルハドラッグね、あとイオン、ドンキホーテっていうことで置いてあるそうなので、皆さんそちらの方を見ていただいたらいいかなと思うんですけど、吉祥寺の杉薬局に行ったらすごいねコーナーががっちり出ていて、全部500円、すごくないと思って、で調べたところね、ベースはそこまでなんかこうコメントが良くなかったんですけど、色物がもう飛び抜けてコストパフォーマンス最高みたいな感じで書いてあったんですよ。で、買ってきまして、はい、じゃん、これこの、はい、1、2、3、4、5、5点、はい、5点買ってきました。一番ねバズっているのがこちらのキリ&コーのアイシャドウパレット。これ種類がたくさんあったんですけども、私は06のピンクベージュにしました。これなんでかっていうと、ね韓国コスメで、はい、こちらの方のねレイジークアイシャドウパレット、これだいたい4000円近くするんですよ。似てないですかね、と思って500円対、4000円、はい、こんな感じで、はい、これに近い色味もありました。なんてことと思って、はい、こちらの方ね、ちょっとね、皆さん後でクオリティはどうなのよっていうことなので、実際載せてね、検証していきたいと思います。あとこれと色はすごい可愛かったのが、これ新色が出てました。はい、ポン、ちょっと紫系のね、そうそう、可愛くないですか？これも500円だった。リップでもね、キーキー言うから容器はやっぱりチャチでも見た目は可愛い、はい、ピンク色でね薄いで、こちらの方がねアイブロウで、ちっちゃいね、とっても、はい、塗りやすそう、うん。あとLDK の方でねすごく評判が良かったのはコンシーラー、はい、こちらの方なんですけども、このトーンアップ&カバーコンシーラーということで使いやすそうな色、もうちょっとハイライトに使って、まあ、クマ、私ちょっと今疲れてるのでクマ出てるのでねちょうどいいかなと思って使う。で少しやっぱ暗い色が入ってると混ぜやすくて調整しやすいのでいいなと思いました。でチップはシリコンチップね、私あんまりシリコンチップ好きではないんですけど、ちょっとね今日は検証していきたいと思います。コンシーラーで500円ってね本当っていう感じでしょ。で、あとこの大きさがいいなと思ったのがメイクキープミスト、ね、メイクキープミストも結構ね私あんまり使わないんですよね。そんなにお手入れをするようになって化粧が崩れなくなったのであんまりキープすることがないんですけど、たまにやっぱりねもう大汗かくとかずっとイベントで外に出て喋るとか海の近くにいるとかってなってくると、やっぱりこうスプレーかけていくことが多いんですけども、この量だったらすごいいいなと思って、あと旅行だったりとかねちょっとつけとくといいかなと思うのにちょうどいい量で、これ、ウータブルフのほんのりローズ香りということで、はい、こちらの方をゲットしてきました。今回ドンキホーテの評判も良くて、まあ、ドンキホーテの、まあ、オリジナルであったりとかって安くていっぱいあるよということで探しに行ったんですよ。はい、でこれがリキッドアイライナーで500円台っていうのがなくて探していたらドンキホーテこちらの方です ねカラーリキッドアイライナー、これも、うん、いろんな種類の色がありました。で今日かわいいなと思ったのが、はい、こういう感じの色、はい、素敵じゃないです。見た目にこの蓋だからもっと明るい色出るのかなと思って触った時に、あ、これだと失敗しにくい色だなと思ったのと、はい、この同じ色で、眉毛アイブロウです。で今ちょっと最近ねちょっとグレー系のものが欲しかったので、これもちょっとオーバル系でちょっと描きやすそうと思って買ってきました。これも500円台です。すごくない？で、あとすごかったのがドンキーホーテですごいって言ったら色数
はい、見てじゃん。もうね、ほんとこういうのって、私があのヘアメイクになりたての時にやっぱりいろんなの練習したくて、デザイン画とか一生懸命練習してた時を思い出すと思ってこれもなんか何種類かありました。うん、でもこれだけ色があったらね、あの私似合わないとか言ってられないよねっていう、あの色の組み合わせだったりとか、あと楽しいよね。うん、ワクワクする。ただね、500円でこんなに色が入ってる、100円ショップどころじゃないですもんね。なので、何粉飛びとか、ね、あの色持ちとかっていうのはちょっと検証していきたいなと、はい、思いましたけど、女子的にはね、女子的にはちょっと楽しい、はい、いろんなパターンできそうじゃないです、うん、脳がこうにゃーってにゃーってあのウキウキワクワク、はい、すごい嬉しい、うん、だって眉毛も使えるしね、アイシャドウアイラインとか何でも使えるもんね。あとはね、あの定番のセザンヌさんであったりとかっていうところでね、キャンメイクさんとかマジュルカ、マジュルカとか、あとチェフレさんとか、はい、使いながら皆さんにねご紹介していきたいと思います。じゃあ早速やっていこうかな。はい、まずね、今あの日焼け止めとあのベースは塗ってあります。だからファンデーションからいこうかなと思いました。はい、でこちらですね、メディア、これはもうコンビニで買えますね、クリームファンデーション。ほんとこれね、この大きさほんと助かってる。このぐらいの量でねあると嬉しいよね。うん、ね、こういうあのカバー力あるしね、旅行の時とかもめちゃくちゃ便利なのよ。うん、ちゃんとしなきゃいけない時もこうやってね重ねていくとカバー力すごい上がっていくので、トン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 です。本当にこの目の下ってね、乾燥してたりとかたるんだりとかねいろいろね、色素沈着してたりとか、ね、毛穴が開いてたりっていうことがあるので、この美の三角ゾーンはもうとにかく、トン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 、あと残りね、もうついてるかついてないかでいいんですよ。もうここだけ綺麗にしとけば、ね、肌すごい綺麗に見えるでしょ。うん、ね、額もこの眉毛の近いところから外側にぼかしていくと、目のね際のところって結構くすみやすいので、ちょっとこう明るく置いておくと綺麗です。でちょっとこっちはね、キリアンドコーのコンシーラーを検証したいので、ちょっと本当に薄付けにしていきますね。どうです、もう本当にね500円で思えないぐらいのねクオリティの高さということで、はい、メディア最高。はい、でさっき言ったオール500円のキレイ&コーのトーンアップ&カバーコンシーラー、パレット01番の色です。でこれはあのね、私が大好きな LDK がねこれいいよってあの検証してたやつね。はい、なのでちょっと混ぜていきます。で今私のクマの部分ですね、クマのところにのせていきます。でちょっとここに私乾パンがあるので、でトン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 です。でこの時に広げない、私たちたるみのあるクマなので同じところでトントンする。あ、でも結構綺麗だわはい、でここのくしみとかをねうまく隠したいので色を調整していきます。なじませてハイライトゾーンに、これはもうさっきのファンデーションと一緒でね、つけたら伸ばす、まぶたのところにちょっとつけます。でちょっと目のところの際ですね、ここにちょっとハイライトとして少し明るい色、こんな感じ。あ、でもね自然かも、ちゃんとカバー力があるし、でも500円でこの感じだったらありかなと思います。まあ、ここであれだよね、あの夕方小シワが発生しなければなんかいいかなと思います。でも塗った感じね、そこまでなんかすごいシワになりそうな感じにはなってないかな。ね、まずこっち行きますね。ね、ちゃんとこのマットがあって、ね、ラメがあって、ラメの大きさも違って、ね、細かいのがあってっていうことで、ほんと使いやすそうだなと思いました。3コインズで買ったこちらの方ね、3本が付いてたこの筆セットです。これもすごいよね。はい。
で、そこで、はい、つけていきます。まずマットの、マットの色をね。で、こういう色ってサラッとさせたい時あるでしょ。あのアイシャドウがなかなか乗らないとかっていう方は、ね、こういうのをまずベージュで自分のくすみをさーっと取っちゃうみたいな。で、これ全部ねつけちゃっていいですね。この韓国系のねメイクする時ってこういう色多いですよね。で、そこからちょっと重ねていきます。で、このホールラインの中でぼかしていきます。で、粉っぽくしなければね、まぶたにこうラインがつかなくなるので、はい、ちょっとずつ色がつく感じかな。際に入れていきます。でも結構綺麗かも。色もねバシッと出る感じじゃないんだけど、あのすごく馴染みがいいっていうのかな。あ、若い子がすごいね、あのバズってる意味がわかる。可愛いしね。で、ちょっとこのラメを置いていきます。で、ラメはちょっとね大きめですね。これ私たちが使うんだったら本当に中心だけにしないと、あのすごいシワに入り込むとちょっと大変なぐらいのラメな感じです。うん。でもこういうね大きなラメは本当ちょっとトントンってね、こうやってこういうとこに仕込んどくと目がねぐるっと見えていいのよ。はい、こんな感じですね。じゃあせっかくなら、はい、こっちで行きたいと思います。このチップが2つついております。似たような感じに。じゃあこの中で今ね、あの塗った色にちょっと近いものをね、選んでいきます。そしたらこちらの方ですね。全体的にしっかり伸ばしていきます。おやおや、綺麗につきますよ。どっちかというとね、肌に馴染むっていうよりは、発色がパンってするような感じ、うん、のせましたっていう感じになる。だからちょっと華やかなメイクするときってすごいいいんじゃないかな。うん。今こっちのキレイ&コーの方は肌なじみはすごく良くて、こちらの方はねどっちかというと同じような色でも、あの色がこう発色がこう表に出るような感じっていうのかな、まあ、この辺の色が混じってたね、さっきね。うん、こう色が本当にパンと出ますね。まあ明らかにですね、濃い色なんかは明らかに色がバッチリ出る感じ。はい、この辺のラメをトン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 。ラメはこちらの方がちょっと細かいのかな。ラメはね、あのこっちの方が使いやすいかも。こんな感じです。で、眉毛ペンシルということで、こちらはあのドン・キホーテでね買った方で、こちらの方はもうセザンヌさんのね、もういろいろね、はい、出してますよね。はい、あの全種類あったりするんですけど、今回ねビターグレージュって言って、ちょっとグレージュ系、黒に近い感じのね、茶色ではなくて2つとも、はい、グレー系の色を選んでみました。でもやっぱりあのこれ王道、これ絶対あの買って損なし、私も何回も何回も使い込んでます。はい、もうこの細い線がね描けるのがもうね最高なんですね。で、いつもね茶色とかで描いてるんですけど、あのね自分の色に近いグレー系、今どっちかというと少しあの眉毛がまたグレー系にちょっと近づいてる、あの流行になってるので、はい、グレー系をね2つとも買ってきたんですけど、こっちの方が色日系、こっ
ちらの方もグレーなんですけど、これも描きやすい。どっちかというとこっちの方が柔らかい。はい、で私はここが欠けているので、いつもねこう一本ずつ一本ずつ一本ずつちょっとずつちょっとずつちょっとずつね、描き足していくっていう行為をしております。ね、ここも一本ずつこう入っているように、描き足して、まあ、自分の自然な眉毛に、ね、近づけていく、ね、こっちはオーバル系になっているので、少し横にしてちょっとずつこう一本というよりは色を整えていくって感じかな。この空間ありますよね、眉毛の空間のところ、眉毛にね、そうちょっと白が生えたりもするのよ、ね、そうすると白く見えてるところをちょっと塗り込んであげるとか、あのシャドウの方に近いかな、うん、眉ペンシルの一本ずつっていうよりはこの間の色を抜けるところをこう足していって自然に見せていくって感じのペンシルになります、ね、どちらが好きかで選んでいただいたらいいかなと思います。でどちらもいろんな色があります。ふわっとのせたいんだったらドン・キホーテの色に行け、ね、一本ずつ、ね、毛が生えているようにするんだったら、セザンヌの方がおすすめです、はい、これは本当に、私は買ってよかった。ピッチリ&コーさんの、これ初めて使います。一番欲しかったナチュラル、ね、ブラウン系の、アイブロウのやつは売り切れたの。うん、でもこっちはテラコッタブラウンっていうことで、ね、このちっちゃいブラシは使えそうだね。ちょっと淡くなります。あ、でも綺麗に色つくね。でもね、ちょっといつも使う藤子さんの眉マスカラに比べるとちょっとね色のムラがなりそうなので、細かくつけてあげないと、ね、なんかベトッベトッベトッってつきそうな感じなので、はい、これはリピートはないかなって感じ。キレイ&コーさん、アイシャドウはね他の色もちょっと買ってもいいかなと思ったんですけど、これちょっとリピートはないかな。私がいつも気に入って使ってるのこのこの時期からね、だんだん夏に向かって使ってるのがマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズアイシャドウ EE232、 このイエローです。でここちょっとねトン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 って全体的に少し、わかります、ちょっとね色変、さっきのでいいんだけど、ちょっとだけあれなんかちょっと夏っぽくしたいなと思ったら、この上から、はい、少し黄色ちょっと入れてあげるだけで一気に夏感が増しませんか。夏感増し増し、これすごい可愛くないですか、イレモンね。あと、はい、これなかなかなかったっていうね、リキッドアイライナーで500円台は本当にない、ドン・キホーテすごい。でここでね色入れていきます。目尻だけ入れていきます。こういう感じね、ここになったらここをちょっとだけ三角形につなげていきます。はい、もうここちょっと横向いてあげて、でたるんでるんだったら少しね引いてあげてね、このここですね、ちょっと長めに引いてつなげていきます。色味的にそんなにね強くないので、はい、失敗したらねアイシャドウで上からかね重ねてあげれば、はい、とっても綺麗になります。こんな感じね、うん、筆先がすごく柔らかくて細くするのすごくで、ね、抜けはいいです。ただしなやかすぎるので、柔らかいからしっかり描きたい人っていうのはちょっと物足りないかも。でも初心者の人にはすごく向いてると思う。であんまり強く出ないので練習用にはすごいいいかなと思いました。少しね触った時に水分が結構多く含まれてる
アイライナーなので夕方までそんなに持たないんじゃないかなっていう感じ、感覚的には。うん、そうだから上からあのアイシャドウとかを重ねていく方がいいんじゃなかろうかと思いました。そんなにねやっぱりこすった時にやっぱりこうやって消えちゃうので、あの消えやすいですな感じですはい、なのでリピートはしません。はい、でチークですね。チークはこういうセザンヌね A さんのこちらの方のねナチュラルチーク系の色は本当やはりいろいろあって使いやすい色がいっぱい揃ってます。私はこの01番の色すごく好きなんですけども、今回は、チフレさんの方をつけました。で、私がよく使ってるのはこちらの方の100番の色よく使ってます。で、今回新しく色が出てたのがこのね470番の色、新色になります。はい、せっかくなので新色使っていきますね。ちょっとテラコッタ系の色ね、ピンクとかなんかオレンジとかにね飽きちゃったら、これちょっとテラコッタ系のね色を少し入れてあげるとなんか日焼けしたみたいになってくれるので、色は出やすいです、出やすいです、出やすいです。はい、なのでよくなじませてあげてふわっとかけていきます。で、ちょっとね日焼けしたみたいにしたいので、ちょっとこう横に引いていく感じで、ちょっと鼻、はい、どうです？ね、結構肌色に馴染んですごくいいかな。どうですか？ピンクだからピンクって言うと甘々な顔になってくるでしょ。なのでちょっとね、まあ今からの季節だとちょっと日焼けしちゃった、なんか太陽に光ってちょっと赤くなっちゃったみたいな健康的な感じで見せたい時はこれをいいかなと思います。これは買ってよかった。うん、でもチークはねほら使い切らないからね、リピートっていうことにはならないけど、めちゃくちゃ良かったと思います。はい、で、口紅ね。で、同じチフレさんも新色が出てたんですよ、ね、新色が出てたので2つこっちとこっちでつけていきたいと思います。で、キレイ&コーさんね、これはね色がすごく可愛いと思ったんだよね。うん、やっぱり可愛い。で、キレイ&コーさんのこのリップの評判もいろんなの出てて評判すごく良かった。うん、で可愛い色多かった。で、これ見た目ねちょっとね紫な感じなんですけど、塗ったらなかなかいいピンク色ですよね。で、すごく潤いがあります、こんな感じで。こっちはチフレさんの新色の方だったんですけども、これもね、チフレさんの口紅はリップがねなかなか荒れて塗れないっていう方にも優しい処方みたいな感じなので、すごく安心して使える。で、ちょっと大人っぽい色なので、今度指でちょっとマットです。見た目の色より綺麗だよね。うん、この色は使えそう。昔ね、チフレさんの口紅って本当成分的に良かったんだけど、なんだろうな、こうデザイン的な色にするにはちょっと老けちゃう感じの色が多かったんだよね。でも最近出してくるチークだったりとかアイシャドウだったりリップの色、今風になってきてるから使いやすいかも。これはこれで素敵、これは買ってよかった。はい、私ちょっとここに吹き出物がね出てるんですよ。で、そういう時ってこうガタついて見える時は、で、チフレさんのリップライナー、山が少ないなとか、少し上唇が私ちょっと痩せてきてるので、ちょっとふっくらさせるのに使うのはあり。ね、リップライナーもね、ほんと結構高かったりするじゃない。でもこちらチフレの、ピンク系の143の色です。なんかどんな口紅でもちょびっと出すだけで何同じ色にしなくても使える。これは前から使ってたんですけど使えます。はい、でこちらの方ですね、キリ&コーのキープミスト、はい、香りがほんのりフローラルな感じ。はい、これね触っちゃダメなんですよ、このまま乾くまで。はい、で扇風機で乾かします。は
い、こんな感じになりました。はい、では仕上げていきますね。はい、今日はどうでしたかね、ドンキホーテの方はい、キレイ&コーの方ということで、はい、どちらもねすごく綺麗だなと思いました。はい、特徴があるので、先ほどね、説明した特徴を、はい、ちょっと自分だったらどっち使いたいかなとか、こう見た感じの発色みたいなものとか、はい、選んでいただく基準にしていただいたらいいかなと思います。本当今回私本当に500円ということでね、値段でこう決めていくことってあんまりないんですけど、値段を縛っていろいろ調べたりとか、見に行ったりとか、めちゃくちゃ見に行ったんですよ。でその中でいっぱい触ったりとかして、その中でもすごくこの色綺麗だなとかって思ってつけたんですけど、やっぱり綺麗だなと。全体的にいろいろ使ってみて、やっぱりね500円ですごく探した時に一番困ったのがやっぱりベース、ファンデーションベースっていうのはやはりプチプラで探しても一番安くてもやっぱりね700円あたりのセザンヌさんぐらいだったらおすすめできるかなっていうところだったんですよ。色物はねやっぱりはい、アイシャドウとかは自分のなんかこうイメージするものであったり冒険したくなるような、いつも同じね色しか買わないんですって方はもう500円だったらね本当にパレットにこんな、ね、こんないっぱい入ってるようなパレットだったりとか、いろいろ入っていろいろこう組み合わせができるっていうのが楽しめるようなものを選んであげるといいかなと思いました。あとマスカラとアイライナーとかね落ちたくないものっていうのは少しやっぱ500円の金額ではちょっと難しいのかなっていうのは今回感じました。はい、リップはね自分のね使いたい色が合うんだったら、ね、あと唇のね自分のこの敏感さって人によって違ってくると思うので、はい、そこでね選んだらいいかなと思いました。今月ピンチでもう化粧品なんか買えないっていう時にぜひとも、500円でなかなかねいいものがはい、手に入ったので皆さんに、ご紹介させていただきました。またね皆さんも、こういうのをやってほしいとかこういうのを調べてほしいとかいろいろ要望がありましたら、はい、リクエストはコメント欄に、書いていただければ嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。しおこさん、しおこさん、はい、また来ちゃった、はい、この前、はい、化粧水の容器選ぶのに、ショールームご一緒したじゃないですか。すっごいいっぱいあって、いっぱいあったよね。どうしようって、ね、選んで、もう選びきらなかったんだよね。本当に、同じ量でも形によってね、まあ、そう見た目でなんか大きく見えたり、なんかね、茶畜見えたりとかね、そうなんですよ。なんかあったよね。あの時3つ決めてきて、それがこれだったっけ？そう。なんか冷静にならなきゃいけないからって言ってね、ちょっと時間ね。そうなんです。あ、なるほど。どうしましょう。ね、この3つね、そう結構ね皆さんにねアンケートを取ったじゃない、そしたらなんか邪魔にならない感じがいいって一番多かったのは、兄弟並べた時にあんまりなんか大きいの嫌だって書いてあったじゃない。そうね、ね、なのでね、こうなってくるとオーバル、まあオーバルこうやって置けばいいけど、でもこうなってるじゃない、だったらちょっと細長い方がいいかねって思うんだけど、ね、そう、本当、ちょっとで違うけどね、ほんのちょっとでもなんかね蓋も違うし、本当だ、高さが違う、なんか最近ね、容器の流行みたいなのがあって、ペットボトルが細長くなってきてるの分かる？なんか前コロンとしてたじゃない？そう、最近シュッとしてるじゃない、だからシュッとしてる方がいいんじゃないかなって思うんだけど、どうだ？そう思った、なんかね、量が減っちゃったのかなって思ったんだけど、すごいペットボトルのねあれもおしゃれに見えるの、でも同じ量で同じ量なんだよね。そうだからこれもなんかシュッとした方がなんかちょっとスタイリッシュ、なのでまたちょっと、みんなにまたリサーチを得意のどっちがいい、まあ、こっちはもうちょっとね、やって、まあ、こっちとこっちでもね、たまにね、ほら、うちの生徒さんとかにさ、どっちがいいって言ったら、違いが分かりませんって書かれないか。全部同じに見えますって聞かれました、この前。そうそう。何が違うんですか？ね、なんか、センチとかもちゃんと書いておかないと、ね。そうね。ね、なので、本当、でも、
多分ね、太さは多分この太さあんまり変わってないから、うん、きっと向こうで選んだ時も、うん、ね、なんかいろんなのあったのに選んできてから似てるってことだよね。そうね、うんうん、ちょっとだけね、だけね、写真だけで出したら違いが分かりませんって言われる感じだけど、でも持ってみると全然違う、ね、やっぱり手にしっくり、うん、あの細い方がしっくりくる、うん、やっぱり私たちの年代ちょっとね、握力がほら、そうね、ね、ちょっと弱まってくると、うん、太いとね、ちょっとこう持ちにくいもんね。さすが容器までこだわってるんですね、はい、こう何ミリ単位でこだわる翔子さん、さすがです。本当もうメイクはね、ほら何ミリが命だから。ナイス、ナイス、ありがとうございました。